lines. Today, the players are being escorted by boys from a local team in this city.e フットボールスタジアムで行われる本日のゲームです。この時間はカタール対ヴィファーレン長崎、こちらの一戦をお届けいたします。今日の天気ですが晴れです。今夜のゲーム好条件の中行われます。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずファーストハーフ見ていきましょう。カタール対ヴィファーレン長崎、このゲームは 5-3-2 のシステムで攻撃。シュート、もう一度来た、シュートまで行きましたがボールは押し込む枠の外。奪った後に早いですよね、ゴールまでの仕掛けが。今のはなんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。もう一度組み立てます。仕掛けるか、自分で行くのか。笠柳、このボールをカットします。もう一つ前に行きたい。奥井、このパスを受けて。今日のゲーム両チームまずこの立ち上がりは北澤さんどうご覧になりますか。まあ今の段階で仕掛けていくのか、あるいは相手の出方を伺うのか、まだわからないですけどもね。序盤ですのでじっくりそのバランスを見極めてほしいですね。いけるか、いいでしょう、ポジション切り替え。ボールを奪いに行きます。これはファールではありませんでした。うわ、展開早くなってきましたね。ワンツー使ってくる、ボールを受けてヘディング来た、先制長崎。美しいカウンターからのフィニッシュでした。そうですね、得意の形ですよね。チームのストロングポイントを発揮したいいカウンターでしたよね。これは選手も狙い通りでしょうね。After 20 minutes is number 271対0、先制ゴールが決まりました。ゴールした後すぐの時間帯は浮き足立ってしまう時間帯でもありますからね、はい、先制はしましたけども冷静に試合を運びたいですよね。
インターセプトを狙う。徳良、いや展開早くなってきましたね。この位置で受ける。さあ左へ預けて、組み立てながら攻め上がっていく。さあフリーだ、シュート。いいプレッシャーです。裏を狙う、ボールがつながる、フリーでシュート。チャンスになる。さあ徳良、これを読んでいた。奥井、長崎としてはここに来ても無理はしないでしょうね。前半もうすぐ終わりますからね。パスをつなげます。チャンス、シュート、いや追加点、長崎リードを2点に広げます。流れるパスワークからゴールが生まれました。いやこれは素晴らしい崩しでしたね。選手同士の連動も見事で、フィニッシュも落ち着いていていいゴールでしたね。トクラ今日2点目です。さあ長崎、得点を重ね2対0という展開。長崎としてはこれでさらに試合運びがしやすくなりましたよね。2点のリードはメンタル的にも大きいですよね、はい、非常に重要なゴールになりましたよね。徳良、このパスを防ぎます。これは届くか。ここはディフェンスの対応。シュート、決まった、追加点、長崎立て続けのゴール、主導権を完全に握ります。リターンを受けての素晴らしいゴール。そうですね、お互いのゴールマンのイメージが共有できてましたよね。素晴らしいコンビネーションでのワンツー突破でしたね。さあ長崎、現在3対0と相手を多く突き放すリードをしています。いや止まらないですよね、この勢い。さっきのゴールをきっかけにチームとしての連携が出てきた感じですよね、はい、さあ左サイドへインターセプト。前半終了です。15分間のブレイクの後セカンドハーフに入ってまいります。誰が予想したのか、前半で3対0。長崎、着実にリードを保っての前半です。見ていて絶好調に見受けられるんですが、どうでしょう。しっかり守りながら、うまく攻撃してましたよね。この3点はね、数字以上に大きいと思いますよ。前半で大きく差が開いた両チーム、決定的とも思えるその差。
縮める展開になるのか否か、後半目が離せません。カタール対ビファーレン長崎、長崎が3対0とリードして折り返します。後半見ていきましょう。いや少しいい形になりかけたんですけどね。これは積極的なチェック、スペースへ自分で行く、屈せず対応します。ここは切り替えも早いですよ。奥井、宮城、さあカウンターを仕掛けます。さあ右へ預けて、仕掛けるか、抜けてくる、来た、クロス、シュート、長崎追加点、大量リード。トクラ、ここは相手のマークをうまく外して落ち着いて決めました。このゴール北澤さんはどうご覧になりますか。ラストパスからフィニッシュまでの流れが素晴らしかったですよね。時間にするとほんと何秒もないような一瞬の判断なんですけど、お互いのイメージがぴったり合った見事なゴールでしたよね。ちょっと今のはディフェンスはなかなか対応しきれないですよね。トクラ今日3点目、さあ長崎現在圧倒的な強さを見せています。トクラ奪いに行きます。ここでファールがありました。あっとレフリー笛は吹きません。ここからカウンター早いでしょ。トクラ、長崎としては後半の入り方は非常に良かったと思いますね。こういったいい時間帯に追加点を取りたいというところでしょうね。ここは通しません。スルーパス、このボール奪いに行きます。トクラ、先ほどから北澤さんしっかりチェックされていますね。そうですね、しかも見ているとマンマークというよりかはこのチーム全体で守備ブロックを受け渡していくマークの仕方を取っていますよね。この方法だとどこへ行ってもマークの対象になってしまいますけども、相手の守備ブロックの間に入り込む動きを繰り返していけば結構マークを外せるものなんですよね。選手間の受け渡しは味方同士の意思疎通で行ってますから曖昧なところも出てくるんですよね。ですので頻繁にゾーンの間を動き回って相手を混乱させるのが効果的ですよね。絶好の位置、シュート、ゲット長崎、さらに突き放します。さあ今のゴールですけれども、奪ってから早かったですね。そうですね、あの位置でカットできる集中力の高さですよね。それを確実に決めてくる決定力の高さ、これも見事ですよね。トクラ、これで今日4本目です。カタールは選手交代のようです。
さあ長崎、このゲームの主導権を完全に抑えています。トクラ、さあここでカウンター、いいとこありますよ。これはオフサイドはない、これはチャンスだ、シュート決まった、追加点長崎、さらにさらに点差を離していきます。北澤さん、今のゴールは中盤からのカウンターでしたが、いかがでしょう。高い位置からの守備が良かったですよね。やっぱりあの位置で奪えると一気にチャンスにつながりますよね。トクラ、これがなんと今日5点目。チームに勢いが出てきましたよね、はい、自分たちのペースがつかめた感じですかね、うん、やはり流れをつかめるといいプレーも出ますし、この連続ゴールにつながったんでしょうね。さあ一気にカウンター、柔らかいボール、このボールはカットされます。積極的な守備を見せます。この辺は人に対して厳しく言ってますよね。米田、裏を狙っていきます、シュート、クリア、このピンチをなんとか出します。ボックス内うまく対応しました。危ないところでしたがなんとか切り抜けます。トップで収まればね、シュートまで行けた攻撃でしたけどね。さあトクラ、セカンドボール拾いたい、裏へ届くか、足元シュート止めた、ここは大きくクリア、ピンチを出しますと呼んでいた。これは合いません。さあこのセカンドボール、さあチャンス、上げてくる、ここは守備の対応。 There will be 3 minutes at a time。さあ繋がるか、お、いいですね、これ仕掛けるか、パスの交換、シュートきた、長崎容赦ない一発。得意としているカウンターでのゴール、素晴らしい崩しでしたね。いいカウンターでしたよね。前線は常に狙っていないと反応できないですからね。チーム全体で一気に攻撃のスイッチを入れて、見事なゴールでしたね。カタールはメンバーチェンジがあるようです。Substitution on the field. Number 19. Coming on the field is number 7.
Substitution in progress. Successful defense. Yeah. 試合終了。7対0。長崎、圧倒的な強さで勝利しました。徳良、やはり今日の主役はこの人でしょう。ゴールを量産し、最高のパフォーマンスを見せてくれました。さて北澤さん、試合をご覧になってのコメントをお願いします。長崎としては攻撃的で非常に迫力がありましたね。素晴らしいシュートシーンも見れましたしね。はい、ありがとうございます。さあ、お別れの時間が迫ってまいりました。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。長崎が大差をつけ勝利しています。
Hello everybody, and quick announcement now. We would like to ask you all to kindly stay seated during the match. Thank you for your cooperation. この時間はビファーレン長崎対カナダ、こちらをご覧いただきます。本日のゲームはeフットボールスタジアムで行われます。今日の天気ですが晴れです。今夜のゲーム好条件の中行われます。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。前半ゲームはスタートしています。ビファーレン長崎対カナダ、この序盤はやはり大事になってきますよね、はい、様子を見るのか積極的に仕掛けるのか、お互いどんなプランを考えているのか注目したいですよね。なるほど。では立ち上がり見てまいります。トクラ、このパスを受ける、コーナーキックです。このファーストハーフ最初のコーナーキックは長崎、危ないシーンでしたがクリアの対応。危ない、シュート、来た、先制、長崎。いい位置でボールを受けてのシュート、一連の流れ見事でしたね。そうですね、相手のディフェンスを見事に崩した感じですよね。やっぱり少しでもシュートコースが空くとしっかり決めてきますよね。こういう一瞬の隙を見逃さない正確なフィニッシュというのも素晴らしかったですよね。さあ長崎、今日先制はこの早い時間でした。このゴールは大きな1点ですよね。しかも時間帯もいいですよね、はい、これで流れもつかめるでしょうし、このまま勢いに乗っていきたいですよね。対応します。名倉、増山、ここはカットします。浮き球を使う、ベースへ、ゴールでしょ。うわ、惜しい。奥ら、いけるか。さあ、つながるか。このボールをカットします。右からトクラ、これは合いません。一歩も引かないですね。抜けてくる、これはオフサイドです。
長崎はロングカウンターを得意としているんですが、改めてこの戦術ちょっと解説いただけますか。後ろでしっかりブロックを作ってボールを奪ったら素早く相手の裏を狙うんですよね、はい、手数をかけずにゴールを奪うのが特徴ですよね。なるほど、前線の選手のスピードを生かすことになると思うんですが、そうなりますとこのプレーのスタートのタイミングが大事になりますよね。一本のパスで勝負が決まりますからね、はい、そのあたりディフェンスとの駆け引きだったり選手のスイッチの入れ方も見逃せないですよね。なるほど、やや危ないようにも見えましたがレフリー取りません。裏のスペースを狙うと、どうしたんでしょう。これ仕掛けるか、シュート、ポストに当たる、来た、追加点、長崎リードを広げました。ディフェンダーの間を抜いたシュート、見事ネットに突き刺さりました。キーパーからしてみれば非常に嫌なシュートでしょうね。ディフェンスの間から抜けてくるので一瞬反応遅れてしまうんですよね。さあ長崎、得点を重ね2対0という展開。長崎としては大きな1点になりましたよね、はい、2-0 になったことでゲームの主導権を握りやすくなったことは間違いないですし、手応えも感じていると思いますけどね。なるほど、ここからカウンター早いでしょ。徳良、増山、さあ左へ預けて、うわ展開早くなってきましたね。奪います、かなりプレッシャーかけてますね。徳良、ここは人数をかけて奪いに行きます。ここで受けて勝負のシーン、ここは競り勝ちます。奪われると危険な位置、裏のスペースを狙う、ここはつながりません。笠井柳、仕掛けるか、インターセプト、スピード上がってきますよ。これは届くか、41分が経過、前半です。浮かせてきます、裏へのスルーパス、自分で行く、このボール奪いに行きます。さあ左サイドへ、いいボールですね。ボールはクリア、さあ右へ預けて、長崎カウンターを仕掛けます。おっと、トクラ、ここで笛、前半が終わりました。北澤さん、前半ご覧になってどう思われました。まあ、一般的に言われるのは2-0は怖いことでもありますからね、まあ、ゲームをこう終わらせたい、3点目をどう取れるかですね。ビパーレン長崎対カナダ、長崎が2対0とリードして後半を迎えます。
さあ後半スタートです。右サイドへ振って入れてきた。そのままキーパーが抑えました。増山、戸倉、高橋、ここは奪います。と呼んでいた。今津、さあ左へ預けて奥井、名倉、徳良。この選手に対して北澤さん、先ほどからプレスが厳しいですね。そうですね、今日は彼を中心にパスが回ってますし、アシストもありましたからね、当然のマークでしょうね。パスの交換、さあどうだ、素早いパスで攻め上がっていきます。さあこのセカンドボール、ここは笛が鳴ります。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。長崎としては無理して人数をかけなくてもいい状況ですよね。今は守備に集中して隙があったらゴールを狙っていくスタンスでいいと思いますけどもね。中央上がっていきます。あーこれファー、取らないですかレフリー。さあカウンタースピードを上げたいところ、増山、さあ徳良、スペースを狙う徳良、ちょっと伸びてしまいました。奥井、このボールに触ります。ここは対応します。ボールを奪いに行きます。これは合いません。ここはディフェンスの対応、カナダがメンバーチェンジをします。Substitutions taking place. Substitution on the field. Number 33. Number 8. Coming on the field. Shoot! Yeah, 追加点！長崎！これで点差は3点です。トクラ。ディフェンスに寄せられましたが見事なゴール。相手からのプレッシャーにかけられてましたけど落ち着いて決めてきましたね。チェックを受けても簡単に奪われないテクニックを使いましたね。
さあ長崎、3対0と圧倒的な強さを見せつけるゲーム運びに今日はなりました。さあ裏を狙っていきましたが、これは合いません。裏を狙う、いけるか、ここはつながりません。この位置からプレッシャー、ここで奪われると危険です。さあ残り15分、高橋カットに行きます。これはなかなかこじ開けられない。さあカウンターのチャンスになります。名倉、フェイントを入れましたが抜けません。このボールをカットします。これ仕掛けるか、アーチのようなパス、これは合いません。組み立てながら攻め上がっていく、とボールはロングボールを入れてきます。名倉、今日の試合でアシストを記録しています。セカンドヒル、シュート、決められない。中央、長崎がここで選手を変えるようです。今日は得点を取りチームに貢献しました。サブスタチューションオンザフィールドナンバー34ナンバー37、さあアディショナルタイムは2分、カミングオンザフィールド、いい守備です。ナンバー23ナンバー26、試合終了、3対0、長崎大差で勝ちました。徳良、今日のマンオブザマッチはやはり彼でしょう。素晴らしいプレーを見せてくれました。北澤さん、ゲームを振り返ってのコメントお願いいたします。長崎としてはいい勝ち方をしましたよね。自分たちの持ち味を最大限に発揮して、その上で非常に魅力的なサッカーを展開していましたよね。素晴らしかったですね。そうですね。さあそろそろお別れの時間です。本日の試合は北澤剛さんを解説にお招きしてお送りいたしました。北澤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。長崎が圧倒的勝利、3対0、見事でした。